ということでね、さあ11時16分確かクイーンセミラミスに行ったはずだから、そっから2時間近く経ってるってことですね。でこれで発射準備 OK だったんだけど、果たしてパーカーは組み立てを手伝っていただけたんでしょうか。ああ自己紹介遅れました、ブルーホースと申します。はい、あのまあ、ごゆるりとラジオ感覚で楽しんでていただけたらなと思います。まあ、多少あの絶叫したり叫んだりなんかあのいろいろとこうなんか騒がしい瞬間があるかもしれませんが、そんなこともあるかもしれないというところで、まあ、お許しいただけたら幸いでございますというところでございますね。はい、まあサイドデッキ を通れば近いということだったんで、サイドデッキ向かいましょうということで、そんな話があるなら先に教えるくそということで、まあ、そうしたら多分ねこっちに向かうのと、あの発射するために向かう人とね、あのそれぞれ分かれていったかもしれないですけどね。まあ、あのムービーシーンになったんで、まあ、ゆっくりとね、あのまあ、お茶とかね、冷たい飲み物でもゆっくりとじっくりと飲みながら楽しんでてくださいよ。はい、ということで、あいて、あいて、目薬が送ってんだ目薬誘おうかなと思ったんだけど、間に合うかな、これ目薬誘う、ちょっと間に合わそう、間に合ったな、これが始まったな。はい、長期待中オブライエン、こいつなんだっけ、モルガンだったっけ、モルガンだよね。で、モルガンとノーマンで運がつくやつやばいっていうことだよね。うん、アルバントウェスタンとか言うんだよ。発射準備オーライ、走り抜けろ、ダダ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 ン。ということで、制限時間があるということなので、まあ、一個ね問題があって、うわー5分で間に合うか、ほいオッケー、ほいオッケー、すっきりと化け物どもを相手にしてる場合じゃないということなんですけどね、これ残念ながらね、化け物どもをね相手にしながらじゃないとね進めないっていうね残念な事実もあったりするんですよね。おい、オッケーオッケー、走り散る、ちょっと待って、痛い、人生を先真っ暗、あら、てめえら全員爆発で、オッケー、人生はでー、なんか近づいてきてるやつがいる、めっちゃ近い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 、やばい、よし、ちょい、オッケー、拾って、あー、マシンガンの弾が意外とないね。まあ、そっか、こいつは無視していかなきゃいけなかったのか。これ何が嫌だってさ、こう、やり直さなきゃいけない可能性があるんで、ゴンスーっと、うわー、やべっ、危ねっ、てん、パカ、早く、パカ、何してんの、早く、そう、危ねえ、よし、ドゥン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 、5分で、5分ってシビアだな、本当に5分なのということで、もう敵相手にしてられないわ、相手にしてられないから、おだぶつになってたまるかよ男だったの。ちょっと待ってね、あーなるほどね、電撃パルス、ビリビリっちーがいいのかっちー、わからないっちー、チって逃げるっちー、ビルスばっか、なんてけ、なんとかパルスがあったら嬉しかったんだけど、そんなこともないもんね。これ開いたところで、うわ、これ開く時間もやってくんだ。はい、なんかめっちゃ飛ばされてる。で、あそこ下抜けていかなきゃいけないんだけど。じゃあ、拾って。わーレイチェル、あれ倒したのにまだ生きてんのか。倒したけどまた再び出てくるってやつなんですね。制御ルームは、制御ルームはとりあえず邪魔お、これいる。めっちゃいる。抜け出る。あ、いて。あん。あ、また、マグナム、めっちゃレイチェルってどんな言葉、めっちゃレイチェル、あー、いて、やばい、ちょっと待って、爆発、オッケー、回復、めっちゃレイチェル、危ない、レイチェル、レイチェルがレイチェルしてる、レイチェルのレイチェルがレイチェルしてる、うわー、レイチェルしてるー、お口からおちんちん出さないでください。うわー、2体ーダブレイー、あ、ちょ、あなた意外と余裕じゃん、はっ、ここに入ってこれないんだろ、で、ここなんかあるかな、ガチャって、あ、
何もないんだ。いい男だろ。え、もしこれで終わり？そんなことある？ Come on. Come on, come on. Make it. Come on, come on. Come on, come on. あ、間に合った。てか、これで終わった。え、チャプター、本当にこれで終わり？そんなわけないよね。これで終わったら、かつて、キース・クエント初登場のチャプター並みに短いみたいな。これでドゥーンってなって、お外で、あ、なんだ、光を放ってるだけか。なんだ、ただの光か。で、こっちに、でもなんでこれで射出方向を変えることができたんだろうね。ここら辺が、まあなんかちょっと難しいというか、なんだろう。で、ここから大変なことになった記憶がなくてもなくてもないんだけど、もうぶっちゃけね、リベレーションズってどっちかっていうと1周2周やって、1周目だけだと、ちょっとね、結構話が難しいから理解できなくて、で、2周目で、あれどうなったっけみたいなことがあって、2周目で、あ、なるほどねっていうのは、まあなんか、全部が分かった上で2周目繰り返して読むと、すごい面白いわ。わー、波に囲まれちゃったーって終わり。あ、クリアしました。はい。そう。だから、あのね、結構ね、1周目だけだとね、分からないことがね、多いんだけど、2周目でようやく分かったっていうのがね、結構多いっていうチャプターでもあって、あ、多い、ゲームでもあって、だから、どっちかというと2周目終わった後ね、レイドモードにね、いそいそするっていうような感じになっちゃってるから、まあそんなこともしつつ、おー、なんか分かんないけど、トータルランクが S 取れました。はい、ありがとうございます。18分と4分。そのさ、一個一個のエピソードでの差が結構激しいゲームだよね、これね。うん。まあ、離別も最終チャプターが結構ね、クレアの方は短いのに、バリーの方はめちゃめちゃ長いみたいな、そんな差もあったりとかするけどさ。まあ、ちゅうことで一旦ね、チャプタークリアすることができましたんで、この辺りで締めくくりたいというふうに思います。今回もね、非常に短いチャプターだったんですけれども、まあ、エピソードごとに区切るのがね、見やすいかなと思いますんで、まあちょっと長い短いはあるかもしれないけど、この辺りで終了とさせてもらいます。じゃあ、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、ぜひね、次回パートもお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイなら。